アニタ・チェルクエッティは、イタリアのソプラノ歌手。1950年代に活躍し、結出した才能を持つ歌手と期待されたが、30歳で1961年に引退した。チェルクエッティは、わずか10年足らずのキャリアしかなく、スタジオ録音も、デッカレコードへの、ラジョコンダとアリアシューの二つしかないために、長らく、幻のソプラノとされていた。引退後は、 その非凡な声楽能力がライブ録音や放送録音を通じて一部のオペラファンに知られるに止まっていたが1996年に突如ベルナー・シュレーター監督の愛の破片に登場し現役のソプラノ歌手に稽古をつけたり引退の理由などを語る場面が描かれた。チェルクエッティはイタリア中部のマルケ州のマチェラータ県にあるモンテコーザロに生まれた。当初は バイオリンを学んでいたが、知人の結婚式で歌っているのを聞いた、ナポリのサンカルロ劇場のファゴット奏者の勧めで、声楽の道に進むことになった。ペルージャ音楽院で声楽を学び、1949年には18歳でペルージャでのコンサートでデビューし、1951年にはスポレートでのアイーダでオペラにもデビューした。20歳でプロのオペラ歌手として、 キャリアをスタートさせることに、周囲は時期尚早と見ていたが、彼女自身はすでに性楽的に成熟しており、何ら不安はないと考えていた。当初はマルケ州周辺の劇場に活動の範囲は限られていたが、1953年にアレーナ・ディベローナにアイーダでデビューし、1955年にはシカゴリリック・オペラでの仮面舞踏会でアメリカにもデビューするなど、 数年のうちにイタリアを代表するソプラノ歌手の一人として国際的に活躍した。イタリア国内ではフィレンツェのテアトロ・コムラーレのプリマドンナとして当時のイタリア国内でのスカラ座におけるマリア・カラス3カルロン劇場のレナータ・テバルディと並び立つ存在とみなされた。1954年にはルキノ・ビスコンティ監督の夏の嵐に劇中劇の イルトロバトーレのレオノーラ役で参加している。1958年1月2日のローマ、歌劇場でのノルマ公演におけるカラスの一幕でのキャンセル事件を受けて、同時期にサンカルロ劇場でノルマを歌っていたチェルクエッティに大役の白羽の矢が立った。指揮者のマリオロッシにお墨付きをもらい、次回公演となる1月4日に出演し、救世主として、 センセーショナルな成功を収めるが、これ以後、カラスへの激しいバッシングと裏表の過剰な期待がチェルクエッティにかけられることとなる。同年6月にスカラザにデビューする。異常な注目を集めたナブッコ公演は大成功と伝えられるが、これ以降は急速にオペラの舞台から離れることとなる。1959年には歌手活動は一切なく、 翌1960年6月にスカラザでのコンサートで復帰するが、9月にルッカでの仮面舞踏会、10月のオランダでのナブッコを最後に引退する。最後のナブッコは放送用録音が残っているが、その声からは前世紀の輝きは失われていた。チェルクエッティはその日出た声楽能力により理想的なベルギ歌手として評価されている。 力みのない発声から繰り出される低音から高音までムラのない法令な響きと声楽的な制約から解放された自由な表現力が両立している。ベルディのソプラノの中でも最難役の一つであるシチリアの番称のエレーナ公女の録音では一幕の登場直後でのゆったりとしたテンポを満たす充実した響きは発声の完成度が頂点に達していることを証明する。 週末のボレロは快速で歌われるが、鈍んとは無縁のスピード感でも、全く声の響きの充実度が犠牲にならず、最高音までスムーズに声ができている。トリルのキレも申し分なく、技巧的にも極めて高いレベルにある。この録音だけでも、チェルクエッティが幻のソプラノではなく、真に消出した歌手であることが明らかである。シチリアの版章以外では、フィレンツェでの 仮面舞踏会のライブ録音が好調であるが、二つのスタジオ録音は必ずしもチェルクエッティの進化を伝えていない。スタジオ録音放送録音ライブ録音、ありがとうございます。